図司改正中学校、高等学校は、神奈川県図司市新宿2丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、私立男子中学校、高等学校。運営母体は、学校法人図司改正学園。略称は、東海、図司会。神奈川県下では最も歴史の古い私立男子校で、現在は、高等学校からの生徒募集を行わない。 完全中高一貫校である。2019年8月現在、理事長は立川上部、校長は高橋淳。1903年、東京府北都島郡日暮里町にある海星中学校の文校、第二海星中学校として設立された。創設者の田辺信之助は、海星中学校の元校長で文化勲章を受賞した哲学者、田辺元の実父。 大日本帝国海軍による横須賀海軍陳府の軍人の指定教育の要請を受けてのことであった。本校の生徒のうち、学業についていけないものや体が弱く大自然の中での療養が必要だとされたものは第二改正中学校に一時的に転校させられたことも多かった。1909年、独立組織となり、図紙改正中学校に改名する。 ボート遭難事故解明翌年の1910年1月23日、休日に無断で学校所有のボートを海に出した生徒ら12人が七里ヶ浜沖で遭難し、全員死亡する事故が発生した。この事故の保障のため、当時経営母体が同一であった鎌倉女学院が所有地の売却などをした。後に、同行共有の三角鈴子の作詞で、 新婚家として、真っ白木、富士の根が作られ、遭難地点に近い稲村ヶ崎に、慰霊碑を混流した。事故により隕石辞任させられたボート部部長の、息子である、宮内勘也は、事件をもとにした小説、七里ヶ浜を1978年に発表し、平林太古文学賞を受賞。遭難生徒たちは不良で取り打ちのためにボートを出して、おり、 その中には三角共有の愛人生徒もいたと書いたため、再び同事故に注目が集まった。太平洋戦争前は、帝国海軍の大役将官が校長を歴任し、学年を、中隊、学級を、小隊と解消したり、新部隊と称する学隊を作って、軍艦行進曲を演奏させるなど、校風は極めて軍隊長となっていった。 これらの海軍寄りの興風から卒業後の進路として、海軍兵学校を志す者も多く、終戦を迎えるまで、図紙改正は半ば海軍兵学校の予備校のようになっていた。戦後は、帝国海軍の消滅に伴って、エリート校としての地位を失う。経営側と教職員組合との間で、労働争議が勃発したり、学校の経営方針に不満を抱く。 生徒会が同盟休校を勧告したり、校内の風紀は次第に荒廃してゆく。1973年には志願者減少のため、中東部の募集を停止した。当時図子改正にしかプールがなく横山地区の学校の水泳部がプールを借りに来ていた。八方尾根遭難事故1980年12月に山岳部が八方尾根で遭難死死者を出す。 その後、休憩営人を一掃し自ら理事長健康長となった徳間の下で、主樹の改革が行われた。その中軸となったのが中東部再設置である。1985年の募集再開から、徐々に中高6カ年コース生徒の割合を増やして一貫教育によるエリート化が図られ、2003年からは高校3カ年コースの募集が廃止された。 これにより、横浜南部から湘南、三浦半島にかけた地区において、有数の進学校へ成長を遂げた。徳間はこの他にも、工術のような立地を活かした、海洋教育や、名作映画による、上層育成を目的とする、映像教育などを推進した。2003年に、創立100周年を迎えるのに際して、1990年代末から、 大規模な校内の改装工事が行われ、校舎リニューアル、シンプール建設、全館冷暖房設置、敷地周囲の平鉄橋など、施設の充実が図られた。正規授業の枠内では海に近接した立地を生かして、およそ 1.5km の園泳やヨット実習などを行う、海洋教育、校内に設けられた本格的な映写施設を用いて、 世界の映画を年数回鑑賞する映像教育などの特徴的な教育活動を行っている。また、中学3年時にニュージーランド、高校2年時には日本国内を含む東アジア各国やオーストラリアへの研修旅行が実施される。国際交流が主な目的となっているが、現地観光も行うなど修学旅行としての側面もある。さらに、 希望者は夏休みを利用した海外研修や1年間のカナダ長期留学が可能である。ありがとうございます。